皆さん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギターパポジションの滝沢でございます。今回はメトロノームと仲良くなろうということで、メトロノームの音を聞こえるようにするためにはどういう練習をしたらいいのかなと、そんな話をつらつらさせていただこうかなと思います。どういうことかといいますと、メトロノームを鳴らしてギターを練習しているときに、ギターの方に夢中になりすぎてしまって、メトロノームの音と合っているかどうかがわからない。そもそも音を聞いてられない。そんな余裕はない。そういうふうになってしまう方は結構多いかと思うんですけれども、そういった状況を打破するためにはどんな練習をしたらいいか、どういう意識を持ったらいいのか、そんなお話をつらつらとさせていただこうかなと思います。それでは、とりあえずもうギターを置いてしまって、自分の手と声を使って練習を一緒にやっていってみましょう。ちょっと声を出すと恥ずかしいんですけれども、一回その恥はパッと捨ててしまってやっていってみましょうか。とりあえずなんか紙とかに丸を4つ書いていただけると良いかなと。別に必ず用意しなきゃいけないというわけではないです。4つほど。できるだけこの丸の位置が均等になるようになってくるといいですね。で、何かしら4文字書いてください。こんな感じ。最初の丸のところにこう重なるような感じで4文字。で、次も4文字。で、次は2文字。で、その次も2文字。4文字、4文字、2文字、2文字。という感じです。4文字、4文字、2文字、2文字。別に何でもいいんですけれども、別にこれでも大丈夫です。滝沢、滝沢、カッツンなり。僕の名前なんですけれども、何でもいいです。で、これで文字が決まったら、とりあえずメトロノームを鳴らします。テンポ100です。で、テンポ100に合わせて、とりあえず手を叩いてみましょうか。ちょっと恥ずかしいですけれども、これに合わせて手を1、2、3、4とこうちょっと叩いてみる。で、これだけだと結構余裕だと思うんですよ。で、この手と、言葉を合わせてみるという感じでしょうか。ちょっとやってみるとこんな感じです。1、2、3、4。滝沢、滝沢、カッツなり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 。ここでもし、言葉をしゃべる方に夢中になってしまって、途中で手とメトロノームが絶対合ってないぞ、俺っていうふうになった人はですね、ちょっとテンポ100で繰り返し練習をしてみてください。ちょっと、できなくても5分、10分くらい練習していただければできるようになるかと思います。で、次は150ぐらいにトライしてみましょう。150。どんなに速くなっても、この両手のこの手拍子とメトロノームが必ず一致していることを確認しながら練習をしていってください。これがちょっとでもずれているなと思ったりとか、合ってないなとか、合ってるかどうかわからないなと思ったら、一旦そこでストップです。必ずこの確認しながら、ワン、ツー、スリー、フォー、滝沢、滝沢、カッツ、ナリ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 、ヘイ！そんな感じでやってみてください。で、いきなり150にテンポを上げてしまいましたけれども、ちょっと待ってくれ、これは早いという方は、もっとテンポを下げて、130とかでやっていただいても全然大丈夫です。最終的にこの第1ステップとしては、180を目標としたいです。180。結構早いですね。このくらいのテンポになってくると、そのちょっとでも意識がぶれるというか、そのもたったり速くなったりとかすると、すぐにもうメトロノームと手がずれてしまうんですよ。もうそういったことがないように、しっかりとこう、ね、メトロノームの手拍子が重なっていることを実感しながら、ワン、ツー、スリー、フォー、滝沢、滝沢、カッツ、ナリ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 という感じでやってみてください。これが第1ステップ。180まで。4文字、4文字、2文字、2文字の言葉を出せるように練習をしてみるという感じです。ちょっと次のステップに行きましょう。4文字、2文字、4文字、2文字という感じです。これは本当に何でもいいです、言葉は。100でちょっとやってみます。ワン、ツー、あら？ツー、スリー。滝沢、カッ
ツ、滝沢ナッリー、滝沢カッツ、滝沢ナッリー、滝沢カッツ、滝沢ナッリー、こんな感じです。この言葉の方に夢中になってしまうと、すごいね、ずれてしまうので、しっかりとテンポキープをしながら、滝沢カッツ、滝沢ナッリー、滝沢カッツ、滝沢ナッリーと、やってみましょう。で、これも同じようにできるようになってきたら、どんどんテンポを上げて、最終的には180を目指して。とりあえずこれが150。滝沢カッツ、滝沢ナッリー、滝沢カッツ、滝沢ナッリー。なんか早口言葉っぽいですね。早口言葉、早口言葉。滝沢カッツ、滝沢ナッリー、滝沢カッツ、滝沢ナッリー。で、最終的には180。カモン！滝沢カッツ、滝沢ナッリー、滝沢カッツ、滝沢ナッリー、滝沢カッツ、滝沢ナッリー、滝沢カッツ、滝沢ナッリー。こんな感じです。あともう一ステップぐらいやっておきましょう。それは、4文字4文字、2文字4文字とかですね。ここだけ2文字。勝手に池脇とか言っちゃおう。池脇、池脇。池ちゃん、ごめん。池脇、池脇、久保池脇。こんな感じでしょうか。テンポ100でやってみますと、池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇、こんな感じです。だこの3拍目、3つ目のところだけ、ね、いきなり2文字になって、すごいゆっくりになるので、このタイミングをどんだけうまくつかめるかが、すごく大事なポイントかなと思います。それまでは全部この、池脇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 、という感じで、結構忙しい感じなんですけれども、久保のところだけ、久保のところだけのところだけ、ちょっとゆっくりめになると。ワン、ツー、スリー、フォー。池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇。こんな感じです。テンポ上げてみましょう。150。ワン、ツー、スリー。池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇。池脇ってなんかこう連続で言いにくいですね。ここが子音が母音？母音がイだからなんですかね。同じような感じで180が目標です。池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇、池脇、池脇、クッポ、池脇。結論、池脇は言いにくい。そんな感じでございます。4文字、4文字、2文字、4文字。これの180をクリアできたら、とりあえずこの1本目の動画はクリアという感じです。2本目の動画の方で、どっちかというと、その、イメージ、意識、そんなところにフォーカスをしたお話をさせていただこうかなと思いますので、ここまでできたら2本目の動画に進んでみてください。それではまた次回。さようなら。フフ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